はい、こんにちは、ピカです。今日ね、実車でもゲームでもシムでもね、使えるドライビングテクニックっていうか、まあ、車の楽しみ方、車との対話をどうするか、まあ、おのずとね、タイムが上がっていくっていうね、そのやり方っていうか、もう本当にね、車との対話の一歩がこういうことなんだよってことを理解するために、まあ、今日ね、この動画を作っています。実車やってる人も、グランツーリスもやってる人も、まあ、アイレーシングやってる人も、シミュレーターやってる人も、みんながね、参考になるような動画だと思います。で、ただタイム的に上位 10% の人はあんま関係ないかなっていう感じ。まあ、あとの9割ぐらいの人にこういうことをやっていくとタイムが上がっていくよっていうね、簡単に上位 10% に追いつけるっていうやり方っていうのがあるんですよ。それをね、ちょっと今日は紹介していきたいと思います。で、筑波サーキットに来ています。で、車がロードスターですね。アイレーシングやってる人は分かりますかね。今シーズン多分今日撮って明日上がるから、昨日の時点でのバージョンで1分4秒6かな、4秒59が私のベストラップ、パッと走ってそんな感じでした。だいたい多分上位 10% だと4秒台はみんな入ってると思うんですよね。3秒台もいるのかな。なんで今日はね、そこではなくて、まあ、5秒台なかなか入れづらいと思うんで、5秒台をコンスタントに出すための運転っていうのをやっていきたいと思います。で、これはね、ゲームによってタイムが違ったりしますけど、まあ、上位 10% に食いついていけるようなね、そういうタイムだっていう考えてください。はい、じゃあね、これを見るだけで速くなるっていうのをね、やっていきたいと思います。やっていきます。マニュアルですね。マニュアルのロードスター、 ND ロードスターですね。でね、まずね、そう、前回ね、岡山のバージョンも撮ったんだけどね、それ概要欄に貼っとくんで、そちらもね、ご覧ください。まあ、筑波でやってくれっていうね、要望が強かったんで、筑波でやりますね。でね、何が大事かって、車との対話なんだよね。タイムを削るあまり、やってはいけないことをやってるみんな。一つは、そのタイミング走りって言って、ここに来たらこうして、こうして、こうして、こう曲げて、待って、ここに来たらドーンって踏むっていうような、こうタイミング走り。車との対話をしていないっていうパターンは、まあよくあるんだよね。これよくある。他のところに行くと、こうね、遅くなっちゃうんで、車と対話をね、しながらこう走っていくっていうね。わかる？ちょっとアンダー出たね。ちょっとアンダー出た。オーバー気味ね。アクセル踏んでいくとちょっとオーバー気味になる。うん。その前は、アンダーだね。っていう車になってるんだよね、これね。で、まずね、やっちゃいけないこと、最初にね、みんなこれやってるよねっていうのをやっていく。まずね、いくよ。わかる？わかる？わかる？今何が起こったかわかった？あのね、ハンドルを急に切ってね、ハンドルを急に切ったの。タイヤの挙動とか無視して、ハンドルをいきなり思いっきり切って、思いっきり切った。たらどうなるかっていうと、超アンダーが出て、ね、スピード的にはそんな速くないのに、超アンダーが出て、ぶつかるっていうね。ちょっとね、今の、もう一回ちょっとよく見て。わかる？わかる？わかる？っていう具合になってるのね。これね、やりがちなんだよ、みんな。本当にね、ハンドルをパーンってね、パーンって切って、曲がんねえ曲がんねえみたいなね、感じの。まあ、これで曲がってくるゲームもあるんだけど、それはね、ちょっとゲームがおかしい。ゲームがおかしい。それでちょっと実際とちょっと違うっていうね。どうすればいいかっていうと、まあ、ゆっくり切る。ゆっくり戻しながらアクセル踏む。基本的にはこれ。アクセル戻して、ゆっくり切っていく。ね、ハンドル切るときはゆっくり。わかる？ゆっくり切る。これでも結構速いんだよ。今のコーナリングで、クリップ付近の速度っていうか、回答スピードって、意外とトップ10と同じぐらいのタイムなんだよ。あの、速度出てんだ。回答してんだよね、同じぐらい。わかる？で、さらに言えば、さらに言う、ゆっくり切るだけじゃダメなんだ。前回もね、ちょっと説明したんだけど、ちょっと持つんだ。ほんのちょっと持って、ほんのちょっと持つ。ほんのちょっとこう、なんていうのかな、
切りすぎないってことなんだ。っていうのは何を待ってるかっていうと、サスペンションが沈み込んでハンドルを切るとね、タイヤが曲がって、でタイヤがよれて路面を掴んで、次にサスペンションが沈み込んで荷重がかかってさらに曲がり込んでくるっていうね。そうだから、タイヤが倒れてサスペンションがっていう、その一連の時間、そこの時間を待つってことなんだ。そうするとしっかりと荷重がかかってフロントタイヤに、ね、曲がってくる。もう曲がらないだろうって思っても曲がってくる。今、ね、ちょっと今ノーマルスピードだね。はい、そういう感じ。それを大事にするっていうね、まあ、そこをねちょっと注目して、まずちょっと見てもらいたい。ちょっと持つとほらスーッと入ってくるじゃん。スーッと入ってくるから、もうこのままアクセル踏んでいくだけ。はい、簡単。はい、簡単。まあ、ヒラントールはちょっと別として、ほら今もそうでしょ、ハンドルが徐々に重くなってね、これぶっちゃけ4秒台のコーナリングだよ。4秒台出るコーナリングだよ、これだと。これで4秒台出るから、今のところはちょっともうちょっといけるけどね。はい、ハンドルゆっくり持ってる。ね、はい、今ちょっとオーバー出たよね。で次っていい、今ちょっとオーバー出たんで、まずねフロントタイヤを意識するってことなんだ。これができるようにひたすら練習する。練習の方法としては本当にね、ゆっくり、進入スピードクリップ速度でに合わせて車を入れていくっていうのでもいいと思うな。で立ち上がりだけ練習する、これ意外とね効くんだよね。クリップスピードに落としといて、できるだけこう、ね、ここから立ち上がっていくっていう。まあ、ちょっとこの車アンダーだからブレーキを若干残し気味にしないとねいけないんだけど、それでちょっと今現代の車っていうか今流行りの車ってそうじゃなくて、ブレーキ残さずにもう曲がってくる車が多いんだよね。だから車ちょっとあんまり練習にならないかもしれない。あんまり練習しない方がいいかもしれないね。今のはちょっとフロント荷重をかけ気味にして、フロント荷重をうまく使ってタイヤをよれさせて荷重をかけてフロントをグリップさせるっていうね、そういう感じなんだよ。ほら、わかる？アンダーっぽかったからちょっとブレーキを足すと曲がってくるっていうね。これ対話。これ対話。これ6秒8ぐらい。あんな失敗してても。うん、だからまあ5秒台出すっていうのは、これを全部うまく成功させればいいっていう感じ。ちょっと一回やってみよう。はい、じゃあちょっとね5秒台を出す走りやってみよう。レブってたけど今タイヤを滑らせずに、できるだけ滑らせない。ハンドル持ってる。ね、ハンドル持ってて、そっから切り込んでる。ハンドル持ってる。そっから切り込むよ。ハンドル持ってる。ちょっと切り込んで戻して。ここはちょっとね、後で解説しよう。ここはちょっと走り方があるんだ。今の説明だとこんなもんだ。持ってて切り込んで、戻していく。ああ、これでまあ5秒台だと思う。5秒5ぐらい。このテクニックだけで大体ここまでは来れると思うんだね。
あ、5秒2、ちょっと早すぎたな。まあ、これだけでね、今の技術だけで5秒、まあ、2ぐらい、5秒5は出ると思うんだよね。で、もう一つあって、もう一つ他のテクニックっていうか考え方、まずフロントタイヤのその、まあ、倒れ方っていうんだけど、そのなんていうかな、どれだけ荷重がかかってるか、その荷重を感じるっていう運転っていうことなんだよね。で、次はね、アクセルなのよ。リアタイヤの、リアタイヤがどうなってるかを感じてほしいんだよね。それ、シムで感じるの相当難しいんだけど、わかる？今の巻き込んできてんのね。途中からアクセル踏むと巻き込んできてる。この車ね、そういう特性があるのね。で、その、どのくらいスリップしてて、どのくらいこう空転して巻き込んでるかっていう、どのくらい横に行ってどのくらい縦に出てるかっていうのを理解するんだ。ほら、巻き込んでるでしょ？巻き込んできてる。ね、この巻き込み具合を感じるってことなんだ。これをうまく使えばドリフトできるんだけど、このね、これ、このリアのボヨンって出る感じ、このトラクションを感じる。で、これね、今の踏みすぎてるんだ。このこれがね、この横にも出ず縦にきっちりパワーが全開で使えてるっていうリアタイヤの使い方の感じを習得しなきゃいけないんだよね。そこ難しいんだよ。いくよ、この感じ。ちょっと今横に滑りすぎたかな。でも滑らすんだったらもうちょっと本当にね、微妙にこう滑らせる、タイヤにこうグリップギュッてかけて、リアタイヤに荷重をギュッて乗っけて、ね、荷重を乗っけて、ね、それがグーって回っててっていう、その感じ、そのイメージをするんだ。それをね、で、それをどうするか、ちょっとタイヤなくなってきたけど、まあいいでしょ。それをね、どうやって使うかっていうと、で、その滑ってる感じを掴むんだ。だから砂利道みたいな感じだと思って、トラクションをかける。踏みすぎないんだ。この非力な車でもこう踏みすぎない。こういうところでね、わかる？路面をタイヤがくって掴んで、くってるっていう。そうするとここで4速入るんだ。あんなアクセルの踏み方、ゆっくりアクセルの踏み方、みんなね、ドーンって入れちゃってんだ。これ意味ない。ドーンって開け、逆にドーンって開けられる、クリップからドーンって開けられるってことは、クリップの速度が遅いってこと。わかるかな、これがな、うまく これを習得しないと4秒台無理なんだよな。前に出すアクセル、フロントが終わってて、ちょっとアンダーが出すぎるな。ちょっとタイヤ変えるわ。はい、タイヤ変えました。いいよな、シムって。壊しても、ちょっと壊してもタイヤ、わかる？これタイヤ冷えてると、そう、壊してもタイヤがなくなってもボタン一つで新しくなるっていう、マジで最強だよなこれ。お、だいぶタイヤ切ったぞ。リアタイヤのまだ発電してないな。横に流れるね、リアタイヤが。で、こう横に流れてる状態、これちょっと今もこれ今横に流れてるんだけど、わかるかな、ちょっと流れてただけでも遅いのよ。横にパワーが逃げてんのよ、このぐらいのロードスターとかだと。だからロードスターを本当にギリギリ前に出すアクセルワークってすっごい大事なの。だからロードスターはもう本当にクリップ付近の速度をもう本当にこうタイヤの、ちょっと待ってそう、ロードスターはクリップ付近の速度をすごい上げていって、
もう横に完全に横に使ってるから、縦にタイヤを使うときにほんの、まあ、段の車でもそうなんだけど、相当ね、ちょっと待って、タイヤがおかしい、ちょっとタイヤがおかしい、そう、ギアのタイヤを縦に使うっていう、縦に流れてるのか横に流れてるのかっていうことを、まあ、フロントタイヤはもちろんそうじゃん、完全に食わせた状態に今してるわけね。ゆっくりそーっとね荷重を入れてっていうこと、それと同じでリアもなんかこう路面をさ食ってる感じ、この食ってる感じわかる、今の食ってる感じ、こっから路面食ってんじゃん、食ってて前に出てる、そればっか。いやこれはねこれ感じられるようになると、いやタイム本当にパッて上がるから、そうだからね、速い人の見ればいいじゃんって言うけど、見ても意味ねえんだよ、速い人の見てもね意味ない。なんでかっていうと、速い人はもうそこを使ってるんだけど、その使ってる感じって一切出ないから、その使ってる感じがね。だからこれ多分説明しないと分かんないと思うんだよね。だから何をやってるかって、同じように走れば同じように走れるわけじゃない、同じタイミングでね、すんげえ練習して同じタイミングで走れ、タイミング走りでね、偶然そのタイヤがうまく使えちゃってる走りはできるかもしれないけど、それいざ実際に行った時に全く意味ないからね。タイヤと会話しないと意味ないと思うんですよね。はい、今バーッと走ったオプトで4秒6ぐらい出てるから、まあそうだね、3秒台ぐらいはうまくやれば出る感じかな。はい、ということでね、やってみましたけどいかがだったでしょうかね。ただね、間違っちゃいけないのは、タイムが出せることがすごいわけじゃなくて、やっぱり車との対話をどう感じてどう乗るかっていう、それができるようになると車が楽しくなるってことなんだよね、俺が言いたいのは。だからそれはどんなゲームでもね同じなんだよね。そのゲームがゲームで表現したい車の感じってあるわけよ。それを感じられるから、俺はどのゲームでも楽しめるっていうね、お得じゃんそっちの方が。じゃあその、じゃあ感じ方がね、実写と違ってるとか合ってるとかどうでもよくねって思うわけ。そういう車があってもよくないって思うわけ。そういう物理世界があってもよくない。でも俺は感じたフィーリングで走ってて、車が反応してくれてっていう対話を楽しんでるんだよっていうね、ことなんですよ。だから、どのシムがどうだとか、あのシムがこうだとか、あのゲームがこうだとか、あんま意味ないんだよね、俺にとってはね。だから、このギリギリのところを楽しんでいくっていう、感じて楽しんでいくっていうことが、よりね、いろんな人に、ができるようになったら、まあ楽しいかなって思いますね。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。多分ニーズねえやこれ。